はい皆さんこんにちは。毛もももななないいい歯金原浩二です皆さんこんこにちはえー、っとですね、えー、例の菅師匠ニコ動のねニコニコ動画の生放送の僕ちょっとあのー、リアルでリアルタイムで見てなかったもんで、えー、朝からね、えー 久保さんのの広島隠居久保哲郎さんの動画をずっと見てで、えー、その後 YouTube でね、えー「菅氏をニコニコ動画」で検索して、えー、フルバージョンのがあったんでそれを拝見しててねちょっと思ったんですけどもまあゆうね えー、ある VTuber の方ですね、えー、が、あのー、給付金の可能性が大きくなったということで、興味はあったんですけどもね、ちょっと私もいろいろやることがあったんで、えー、ニコ動の検索は機能できなくて、でまあ、今あー、ニコ動の検索して、えー、フルバージョン見てですね、 えー、まあ最初に、えー、コロナ拡大してるという話から始まってですね、えー、これいろいろ協議しながらとかあ皆さんの意見を交えながらとか言ってますけども,もう全然尾身会長の意見なんか無視してますよねこれまず第一の矛盾あと。 国土強じ化に対しても、これ、司会者の方か、あ違う違う、えー、っと、アシスタントの方が、あ市長さんからの疑問に、えー、疑問をね、えー、菅首相に答えを講じてる部分で、えー、国土強じ化、これ、えー、これに対してですね、 地震や台風などに、えー、使うための費用である。それなら、コロナ災害でしょ今現在コロナ災害の真っ最中じゃないですか。金払い負けよって話です。ここへつなげていきます。強引にでもね。えー、それと、給付金ですね。えー 状況次第で、えー、支給すると。これはっきりと言ってますよね。えー、これから私鑑定メール打ちますけども、うん。あのー、はっきりとこれ言ってますよ。僕、巻き戻して、2回ほどね、巻き戻して、えー、見てます。ですからね、皆さん。 やっぱりある程度のこう鑑定メールっていうのは菅さんの耳にです、ねえー、入ってるんであろうという私の独特な見解になってしまいますけども、うん、まあ少しは影響があったんではないだろうかというふうに感じております。 またね、これからも引き続き皆さんにもご協力いただいてですね、どんどん官邸に給付金、給付金、給付金って、えー、お願いをしていただきたい次第でございます。ここはね、一つご協力をお願いしたいと思います。これは、この件に関しては、ちょっと、一筋の光が見えてきたのではないかなというふうにね、えー、思ってます。 金額も10万円ってはっきり言ってますんでね、10万円の支給という分で、10万円という金額を総理大臣自らおっしゃっておられるんで、えー、この辺はどんどん、えー、私は鑑定メールーしていきますね。 あと、提言書出してほしいんで、えー、西田昌司さんにもメール、山本太郎さんにもーメール、この動画の後、送りたいと思います。それともう一つね、えー、M さん、昨日も送りましたけど、ほっとしました <laughs> あ。ぐっつり寝れました、私も。<coughs> ね 本当あのー、お辛いだろうと思いますお気持ちね痛いほどわかりますね困窮している中でねいろいろなことがあれば特に人なんてね弱い生き物なんですでも生きていれば何とかなる私の昨日の動画の テーマなんですけどこれ一応 M さん宛てにねという気持ちで私昨日は動画配信させていただきましたあと、あのー、数少ない私のチャンネル登録していただいてるね皆さんにお伝えしたいことが1つありますとある方がね、えー、僕何日かの前の動画で食べるもん明日食べるもんがない方は 社へ行ってくださいっていう動画をアップしたと思いますと思いますというか動画アップしたんですよねそうしたらね、えーえー、ごく一部の方があ私の言う通りに動いていただいてその日の分はその日申請,申請っていうか申し出に行った段階ではあちょっと今はないと保存してる分がないんでっていうことで えー、2日後ぐらいに連絡があって、えー、確保できたんで、えー、食料取りに来てくださいっていう連絡があったっていうことで、あのー、コメントいただいております。あのー、全くでたらめな情報は私、流しませんのでね、あのー、皆さん、本当に困っている方がいれば。 明日食べるものがない、ね、そういう状況下に陥ってしまってる人はあのー、もう変なプライドを捨てましょう一旦命の方が大事です変なプライドよりねきついかもきつい言葉かも分かりません人をバカにするような言葉かもしれませんそう捉えられても仕方がないですけどもここだけは言わせてください変なプライドは一旦捨てましょう 命の方が大事です。ね。今日、明日食べるものがない方は、すぐうお住まいの市町村の社協さんに連絡するなり、訪問するなりして、元、え、凶、ー、を伝えて、正直にこんだけしかない、もう明日食べられへん、子供のミルクも買えない、どうすることもできない。 子供に食べさす分もない、ね、寝たきりの親に食べさすきりお金もない。こういう,う状況を、もうさらけ出してください、社会福祉協議会。あの必ず助けていただきます。政府とはね、独立してるんで、まあ、連結はしてるはある程度の連結はありますよ、当然、社会福祉協議会も。けど、政府とまた、全く別の、 もんなんで、機関なんで、あのー、本当に今日は困っている方っていうのは、あのー、社協へ、えー、すぐ駆け込むようにしてください。というお願いです、これは私からね。あのー、決してあの上から物を言ってるつもりはありません。もしそう捉え,る捉えられる方があるなら、 申し訳ありませんけどあなたの命ですね昨日も言いましたけど昨日またから生まれてきたわけじゃありませんお腹を痛めて産んでくれたあ,あなたのお母さんがいてますね絶対にそのお母さんがご健在であろうが もうお亡くなりになってあ、ね、天国に召されてるかも分かりません。また寝たきりで介護が必要な状態の方かもわからない。だけど、ね、自ら命を絶つ行動というのだけはやめてください。親、兄弟、すべての方が悲しみます。友達も悲しみます。 まあ、あなんか、締めっぽくなったんでね、えー、もう今日はこの辺にしときます。またね、何か動きがあれば、あ配信させていただきます。一応、一筋の光は見えてきたということでね、えー、皆さん、諦めずに鑑定メール、うーこれはあ、おそらく出ると思いますよ。年内は無理にしても、近々。 遅くても2月3月までには、一律で、えー、給付金、名前は変わるかもわからないですね、一回一律定額給付金という名前で10万円出てますから、名前はおそらく変えてくると思,いも思うと思います。だけど、うん、まあ、 多少時間はかかってもこれ出ると思いますんでね。皆さん諦めずに鑑定メール、一つご協力いただいて、えー、ちょっとお時間をね、えー、いただいて鑑定メール、これよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ね、またコメントよかったらお寄せください。えー、返信できる範囲内、返信させていただきます。 っていうか、私にコメントいただけるのは、多くても2件ぐらいなんでね、必ず返信はさせていただきます。ということで、よかったらあー、チャンネル登録の方もね、よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また、新たなね、動きがあるようでしたらあー、動画の方を配信させていただきます。 それでは皆さんありがとうございました。失礼いたします。